神庭の滝は日本の滝100選に選ばれていて、高さ110メートル、幅20メートルと中国地方随一の規模を誇る名瀑です。こちらでは10月下旬頃からモミジやカエデの紅葉が見頃を迎えています。轟音を立てて落ちる滝と鮮やかな紅葉の静と動の共演は、この時期しか見ることができない絶景です。神庭の滝の下流には玉垂の滝や鬼の穴と呼ばれる洞窟があります。これらを含む滝の周辺は国指定の名勝、県立自然公園などに指定されていて、初夏の新緑、秋の紅葉と四季を通じて美しい景観を楽しむことができます。神庭の滝自然公園によりますと、紅葉は11月中旬までが見頃ということです。